皆さんこんにちは。鉄道ビジネスカジュアルチャンネルへようこそ。今回は万人を敵に回した JR 路線の不思議をお届けいたします。そんな万人を敵に回した JR 路線があるのですか？はい、 JR の中でこれほど万人を敵に回した路線は見たことありません。ダイヤ改正の前にも地元の自治体から猛反対を受ける始末、私も過去あまり見たことございません。それだけ今回のダイヤを改正すると住民にインパクトがあるということです。それ何線ですか？もうご存知でしょう。はい、 JR 東日本京葉線です。今回はダイヤ改正でこんなに世間を賑わすとは JR 東日本自身も思ってなかったのではないでしょうか？はい、まあ、もうそもそもですね、いきなり忖度なしで1ヶ月2ヶ月か3ヶ月ぐらい前にダイヤ改正でラッシュ時の快速廃止、通勤快速廃止はないですよね。ちょっと無茶すぎます。まあコロナ禍で乗客が減ったから快速を廃止して全部各駅停車にするということですね。各駅停車にすればですね、途中の駅の乗車確率が増えてきますから、まあ、それでよかったと思ったんでしょうね。あまりにも浅はかです。首都圏、関西圏、中部圏でも地元の幹線級の路線のラッシュ時の快速を一挙に全廃するというのは過去はあんまり聞いたことございません。まあそんな京葉線ですが、過去結構さまざまな問題を起こしていることをご存知でしょうか？そしてその問題に対してさまざまな人が反感を買いながらいやいや協力させられていることもご存知でしょうか？今日は今回も含めて京葉線が過去起こした問題を3つ見ていきましょう。舞浜駅駅名問題。京葉線でディズニーランドの前にある駅が舞浜という駅名がおかしいことは有名でございます。私もなぜディズニーランドの前が舞浜駅なのか不思議に思いました。この理由はですね、結構有名でウィキペディアにもいろんな SNS にも理由は書かれております。しかし本当にそれが理由なのかどうかっていう検証も必要でございます。この問題と京葉線の問題が何が関係あるのですか？これをですね、紐を解いていくとですね、京葉線の問題と大ありなのです。実は舞浜駅はディズニーランドの開業の後にしばらく経ってからできた駅なのです。それまではどういった交通手段があったのでしょうか？はい、それまではですね、営団地下鉄東西線、今の東京メトロの浦安駅が最寄りの駅でした。でそこからバスの移動だったのです。だから観客はですね、まあ、ゲストと言うんですけど、非常に不便を強いられてたんですね、その時までは。なぜ舞浜駅となったのでしょうか？この駅はですね、いろいろな候補が上がっておりまして、一番有力候補だったのが西浦安駅だったようです。ディズニーランド前の駅をですね、名乗れなかったため、せめて駅名だけはですね、アメリカンチックにしようということでマイアミから舞浜となったようです。この駅もですね、駅名ができた後にその周りの住所が舞浜と名付けられました。ではなぜ最寄りの駅がディズニーランド前という駅にならなかったのでしょうか？はい、建前と本音があるということをご存知でしょうか？建前はですね、ウォルト・ディズニーから断られたからです。建前と本音ですか？はい、一般的にですね、皆さんが公開されている情報、これはウィキペディアとかいろんな SNS にも載ってるんですけど、ディズニーランド前という駅名で、千葉県と浦安市とオリエンタルランド、JR 東日本の間でですね、ほぼ了承を得られてたそうです。しかしですね、ディズニーの全般の版権を管理しているウォルト・ディズニー・プロダクションに確認を行った結果、ディズニーランド前はまずいという結論になりました。これなんでですか？駅前の商業施設などにディズニーランド駅前なんという名前がつく恐れがありですね、例えば風俗店やパチンコ店などディズニーランド駅前店という名称をですね、使用されるとですね、夢の国の近くにですね、夢で関係ないような風俗ができるということで印象が悪くなってしまうということで、ウォルト・ディズニープロダクションの了承を得ることができなかったということです。はい、これはですね、建前です。これなんで建前なんですか？はい、これはですね、私がいろいろな事象を見た結果、交渉すればできたということなんですね。日本のディズニーランドが開園した後にですね、彼らにとって恐ろしい事件が起こります。恐ろしい事件って何ですか？はい、アジアの国々に次々とディズニーランドができました。
香港と上海に2個オープンいたしました。それが何が関係あるのですか？はい、実はこの2つのディズニーランドの最寄りの交通手段の駅がですね、ディズニーという名前がついたからです。そうなんですか？はい、私平成鉄郎はですね、今年、4月、2023年の4月まで中国上海に住んでおりました。私も上海のディズニーランドには数回通いました。はい、でここの駅名はですね、ディズニーリゾートと言います。だから、言いたいことはですね、風俗の名前がついて印象が悪くなるというのはあくまでも建前であって、交渉次第では何とでもなったということが立証されているわけです。まあここからはですね、まああのおそらく平成鉄道の推測ということで、話半分で聞いてください。はい、話半分ですか？はい、わかりました。京成電鉄のごめん。何ですか、京成電鉄の怨念っていうのは。要するにですね、先ほど言った交渉はですね、オリエンタルランド社もですね、通じてウォルトディズニーから突きつけられたんですね。はい。ところが上海と香港の事例を見てですね、ディズニーランド前という命名権の交渉ができたわけですよ。ということは、オリエンタルランドがですね、要するに向こうから断られたんですけど、もう一回再交渉しようという訴状があったと思うんですけど、それをあえてやめさせたのがオリエンタルランドじゃないかと思います。どういうことですか？それはですね、あえてオリエンタルランド側もですね、ディズニーに従っただけです。あの、京成電鉄、国鉄に対してですね、非常にね、振り回された会社なんですね。あの、京王線の成り立ちっていうのは、あの、京成電鉄の計画路線の人柱に立ってるということをご存知ですか？あの、その運営会社のオリエンタルランドっていう会社は、どういう会社かご存知ですか？ディズニーランドの運営会社ですね。はい。まあ、今はそうなんですけど、もともとはそうじゃなかったんですよ。オリエンタルランドって、ディズニーランドのために作られたんじゃないですか？いいえ、違います。1960年に浦安にリゾート施設を開発するためにできた会社で、京成電鉄の子会社です。そこへのアクセス路線を京成は計画していました。ということは、オリエンタルランドは京成電鉄の遊園地を作るための会社だったんですか？はい、その通りです。ところがですね、せっかくこの京成電鉄が計画をやろうとした時に、当時の国鉄の貨物線、東京外環状線というものなんですね、貨物路線の計画が入りましてですね。ということは、京成は横取りをされたです。はい、その通りです。国鉄が国家権力で京成の計画線を横取りしました。あ、それからですね、国鉄への怨念はそれだけではございません。国鉄の各室はですね、千葉駅の移転問題、それから成田空港のターミナル問題、この2つもあるんですね。この2点を説明いただけますか？はい、まずあの京成千葉駅なんですけど、もともと千葉の中央にあるあの公園のところあたりにですね、あのターミナルがあったんですよ。地上にあったんですね。ところがですね、国鉄の総武本線と外房線のスイッチバックの解消のためにですね、千葉駅の大改造を行いました。それが何の関係あるんですか？その千葉の大改造を行うときに、京成の千葉駅が邪魔になって、千葉中央駅というところに、まああの本千葉の近くにあるんですけど、非常に寂れたところに無理やり移転させられたんですよ。それで京成はやはり国鉄に対して面白くないということで、要するに国鉄千葉駅の駅の近くに国鉄千葉駅前という駅を作ったんですね。今の京成千葉なんですよ。なんかバス停みたいな名前ですね。実はこれは国鉄に対する確執の表れなんですね。国鉄さんが勝手にここを千葉っていう風に作ったので、我々は千葉とは認めてませんけど、これはあくまでも国鉄千葉さんの駅の前ですよという意味なんですよ。それで悲しいからですね、国鉄千葉駅前ってものすごく発展したんです。京成の、まあ、千葉中央の方がですね、かなり寂れております。では成田空港問題って何ですか？はい、皆さん、あの東成田って駅ご存知でしょうか？あの京成のですね、東成田線の終着駅で、芝山鉄道の始発駅でもあります。はい、あの寂れたターミナルで、一応こちらの動画でご紹介したのがあるんですけど、ほとんど人がいないっていう状況で、職員しか利用してない駅ですね。あれはもともとですね、成田空港の駅だったんですよ。そうなんですか？あれが成田空港だったんですか？はい、そうなんですよ。なぜあそこが成田空港駅だったかご存知でしょうか？あんな不便なところでターミナルだったら誰も利用しないですよね。土地の買収の関係でしょうか？いいえ、これもまた国鉄が原因です。また国鉄ですか？はい、国鉄にはですね、成田新幹線という計画があったのご存知でしょうか？あれの成田新幹線はですね、住民に思いっきり反対されて頓挫した計画です。
当時国鉄はですね、1964年の東海道新幹線の、まあ、成功を収めてたんですけど、反してですね、騒音の問題とか出てきましたので、まあ、住民はですね、反対するわけですね。まあ、今でいう第一ターミナルの近くにですね、成田新幹線の路盤を作ったんですね。でそれがあったためにですね、京成は、ターミナルに進出できなかったということです。まあ、結局ですね、成田新幹線計画は先ほど言った住民の反対によって頓挫しまして、当時の成田空港という京成の駅がですね、いつまでも、まあ、そこしかアクセスがなくて不便な空港となりました。そしてこれではまずいということで、当時の運輸大臣の石原慎太郎さんがですね、新幹線の路盤を使って、まあ、成田空港まで乗り入れさせるように働きかけたということで、今では JR と京成が、ターミナルの下まで乗り入れてるということでございます。あとですね、今の京王線の東京駅、あの離れた有楽町にもほんと近いあの東京駅もですね、あれ成田新幹線の移行を使って利用したものです。まあここは和解してよかったですね。でも過去京成は京王線千葉駅成田空港と国鉄にこてんぱんにいじめられたんですね。そうですね、だからやはり京成の、京成電鉄にとって国鉄の残党である JR 東日本にですね、実に名前を名乗らせると面白くないっていうのは目に見えてますよね。まあ、これが多分本音だじゃないかと思います。あくまでこれ推測でございますけど。住民が反対した京王線。京王線には過去、住民がある地区で反対運動をして土地収用が停止したことをご存知でしょうか。いいえ、全然知りません。先ほど申しました東京外環状線という貨物線はですね、千葉貨物ターミナルまで結ぶという計画がございました。現在の京王線のうちですね、最も最初に開業したのは1975年開業の千葉貨物ターミナル蘇我間です。この区間は非電化単線の貨物支線でしたが、将来の複線電化を見越して複線の高架橋上に建設されました。この高架橋は紆余曲折を経て現在でも京葉線の高架として使われております。しかし高架橋の蘇我と千葉港の間でですね、土地買収が難航しておりました。え、どうしてですか。それは貨物みたいな長大編成の列車が通ると騒音や環境破壊が起こるということで、住民は何のメリットもございません。住民は猛反対しました。しかし国鉄としてはですね、蘇我駅から千葉貨物ターミナルまではなんとか貨物路線として開業したいということで考えておりました。じゃあどうしたんですか。その子はい、国鉄には奇策がありました。何の奇策ですか。近所の工場の引き込み線を利用してですね、迂回路線を暫定的に建設する計画です。そんな計画があったのですか。はい、住民の土地収用の拉致が開かないので、当時千葉港付近の川崎製鉄現 JFE スチールの私有地の引き込み線を利用して暫定的に迂回路線として利用しました。そしてもともと高架橋で作っていた貨物線とこの暫定路線を結ぶ信号場が仮に設置されました。なんという信号場ですか。はい、宮古川信号場という信号場です。これは幻の信号場として有名です。分岐してこの下に行って、でずっとこう行って渡った向こうにですね、アリオって見えてますよね。ここは昔川崎製鉄だったんで、今 JFE で一部あるらしいですけど、ここの引き込み線を使った
況ですね。だからおそらくこれをずっとこのまま単線で向かって、あのアリオのところも行ってたんです。作りはですね、八高線と高崎線の合流する北藤岡駅付近にある、複線の中に中線を対比線として作るやり方と似ていたそうです。しかしこの信号場は幻に終わります。東京外環状線が旅客化するということが1978年に決定されて、その住民たちがですね、考えが入和されて土地を譲って、1986年に千葉港と蘇我の本線が開通し、川崎製鉄の暫定的の引き込み路線は不要となって迂回を解消しました。だから宮古川信号場は未生成の施設としてなりました。このようにですね、京葉線は住民の反対があり、そして、住民の支持があって、紆余曲折して開通したのです。そうなんですね。やっぱり京葉線は住民の協力があって開通したのですね。はい、その通りです。だから JR 東日本は地元住民の恩を完全に忘れております。放棄禁止、下の下に放棄してるかもしれない。ちょ、邪魔ですよ、あんた邪魔、引かれるよ、引かれるよ。皆さん、こんにちは。ご無沙汰しております。平成鉄郎の PC が当動画編集中に直って帰ってきました。お聞き苦しい点があり、大変申し訳ございませんでした。これからはいつもの通り AI が担当します。よろしくお願いいたします。では、通勤快速廃止問題に移りましょう。東京と千葉市蘇我を結ぶ JR 京葉線をめぐり、2024年3月のダイヤ改正で朝夕の通勤快速列車などの廃止方針を打ち出した JR 東日本に対し、熊谷知事や千葉市の神谷市長が反発。 JR 東日本の土沢千葉市社長は28日神谷市長と面会。 JR 東日本側は混雑の平準化といった改正目的を説明。神谷市長は市民への影響が多大だ、撤回をと迫りました。JR 東日本は平日の午前9時台までと午後4時台以降の上下線で通勤快速4本と快速35本を普通に切り替えると発表。多少妥協案を出し、往復2本のラッシュ時の快速を残すのみにとどまっております。朝の上りで蘇我、東京の所要時間は通勤快速で約42分ですが、普通なら平均1時間近くかかります。神谷市長は都市開発の基盤が大きく損なわれる、説明に納得できなかったと不満を漏らしました。この問題で一番被害を被る千葉市はもちろん、外房地区、茂原市、一宮町、千房地区の市原市、姉ヶ崎市、袖ヶ浦市、君津市あたりがもろに影響を受けます。木更津市はアクアラインがあるのでさほど影響は受けませんが、これ以外の地区の不動産、各種産業、通勤客はもろ影響が出ます。総武線の混雑に拍車をかけることもありうります。いずれ過去京葉線はいろいろな人に支えられた経緯があるので、急に手のひら返しで恩をあだで返すようなことはやっぱりやめた方がいいですね。もし関西で阪和線の快速がコロナ禍の乗客減で廃止になったらどうなりますか。京葉線の快速廃止はおそらく阪和線の快速廃止ぐらいのインパクトがあると思います。おそらくライバルの南海電鉄が急行や優等列車の増便を行いますよね。そうなんです。ライバルの脅威があればいいのですが、京葉線のライバルは京成ですが、京成千葉線はほぼやる気がない感じがします。千葉線は対比線がなく優等列車は走らせられない。新京成や千原線と一体化されているのでほぼライバルにはなりえません。ただあまりライバルかどうかは別として、都営新宿線が急行を増発すると言っております。東京メトロ東西線も何か施策をする可能性はあります。
ライバルの存在が一番いいと思います。いずれもう少し改善を望みたいです。これほど万人を敵に回す JR 路線はあまりないですね。不思議です。